IDOLY PRIDEは、サイバーエージェントグループ、ミュージックレイン、ストレートエッジによるアイドルをテーマとした日本のメディアミックス作品。略称は、IPRA。2019年11月27日、プロジェクトの始動が発表された。2019年12月9日のIDOLY PRIDE情報解禁スペシャル正放送にて、プロジェクトの詳細が明かされた。ミュージックレイン3期生を含む、星見プロダクション所属アイドルや、ライバルグループの情報が初解禁され、スタッフ情報や、新曲の公開、アニメ化の発表が行われた。2020年8月30日から開始した番組、IDOLY PRIDEミュージックプログラムでは、各アイドルにより、バーチャルライブが披露されている。また、同日より、無料公式ファンサイト、IDOLY PRIDEマネージャーポータルがオープンした。2021年1月10日よりテレビアニメが放送開始。当日の生放送にてスマホゲーム化の情報が明かされた。2021年6月24日に配信を開始した。2021年10月現在、アプリケーション実行環境は Unity 2020.3.4 対象プラットフォームはAndroid はバルカン、iOS はQPファミリー3以降のメタルとしている。キャストはミュージックレイン所属声優に加え、多数の声優事務所からオーディションによって選抜された。また、LizNoirプロデューサー役の田中理恵はスフィアが合格した際のオーディションの審査員だった。キャラクター原案はQP:flapperが手掛ける。公式サイトにて、アイドルたちの相関図も公開されている。関東郊外にある小さな芸能事務所。所属アイドル10人は川崎桜がリーダーのサニーピースと長瀬琴乃がリーダーの月のテンペストという5人ずつのグループでデビューした。月のテンペストサニーピースソロアイドルトリニティール。トリニティールとは3つの翼の意。完全無欠なパフォーマンスで、すでに新人では異例の知名度を誇っている。しかし、さらなる高みを見据え、そのためには努力を怠らない。LizNoir比類なきパフォーマンスで魅了する4人、組グループ。力強い楽曲をベースに、新天道地の熱い空間を作り上げている。上記のほか、京都弁指導として、小祝小鳥を起用している。2019年12月9日の第1回公式正放送にて、本作品のテレビアニメ化が発表された。2021年1月10日から3月28日まで東京 MX 他にて放送された。2021年7月5日から9月20日までテレビ東京系列でも月曜17時55分より放送された。IDOLY PRIDE Stage of Asterism のタイトルでコミックニュータイプにて連載中。コミカライズ第2弾として長瀬愛奈の過去を描く。IDOLY PRIDE Beginning of LodestarがComicWalkerとニコニコ星画にて連載中。ABEMA、YouTube ライブ他にてIDOLY PRIDEの番組が配信されている。2021年4月4日からインターネットラジオ庁 A&G でIDOLY PRIDE今晩波から始まる物語が毎週日曜21時30分22時に放送開始。パーソナリティは川崎桜役の菅野舞と白石戦車役の高尾奏でオン。放送の翌々日にIDOLY PRIDE公式 YouTube チャンネルでアーカイブ配信。2021年1月10日に放送された TV アニメ第1話の CM にてスマートフォン向けゲームアプリのリリースが発表され、2021年6月24日よりサービスを開始した。開発。運営はクオリアーツ。ジャンルはアイドルマネジメント RPG。この項目ではゲームのコラボのみ、記載2021年9月28日から期間限定でオルタナティブガールズ2のラウンジと丘をイメージしたコラボ撮影背景、月森の丘とメインテーマ、ルナリアを長瀬琴乃と川崎桜が歌うカバー曲が登場予定。なお、月ストメンバーの CV はミュージックレイン3期生、サニピメンバーの CV は、所属が、ミュージックレインではない声優がそれぞれ担当している、神崎理央、井川葵の2人バージョンで、ワンコーラス披露された。ありがとうございます。